今日はゴースト使っていくよ。ゲンガーじゃなくてゴーストなんだな。多分この環境だと、ゲンガーよりゴーストの方が強いはずよ。キノガッサは挑発しとけば安心安全よ。ここの挑発は読みづらいな。そしてたたり目してくよ。相手自爆イルに変えてきたな。タスキを潰されるのを嫌ったのかもね。たたり目もあんまり入らないわ。もしかしたら直帰かもな。そういう時は眠らせればいいのよ。最強の技だな。Cが115もあるからたたり目2回で落ちるよ。進化前だけどCが高いな。そしてキノガッサの再登場だな。奉仕が厄介だしまた挑発してくわ。ちなみに S は95あるからキノガッサよりも早いよ。S も十分に高いな。地鳴らしが効かないだと。これがゴーストの最大の強み、冬よ。弱点の地面を消せるのは強いな。あとはたたり目してくだけよ。特防高い幅たく髪にも大ダメージだな。今回はタスキだし一撃は耐えるわ。そして返しのたたり目。最後は道連れで終わりよ。まさかのゴーストが3盾だと。何試合か使ってみたけど、まあまあの活躍だったわ。ちょっと順位が下がる程度で済んだわ。順位下がったんかい。